任天堂スイッチの後期ってどんな感じかな、プロになるのかね、わかんないけどね。ゲームで配信するときにメリットがあるとそれはいいよね、うん、まあ自分でやるにしてもメリットあるだろうしね、うん、あ、こうした方がいいか。これがついてるから小さくなったんだな。わかんねえな。ドンキホーテこう配信の他の配信に見てたらドンキホーテが出てきたね、ドンキホーテ全然出てないな最近な。今他の配信で、ね、愛知県やってる人いるけど、愛知県って言ってもそんなね田舎とも変わらないな。この道路にあんまり色がないね、ビルとかね、ビルは立派なんだけど街に色がないね、どこもやっぱりね。なんかどこも道路の作り似てんな、やっぱりな。ただビルがいっぱいあるだけなんだなと思うね、愛知県の方もね。もうちょっと道路をきれいにしたりね、田舎と変わんないよね、これじゃね。ただした方が多いなって言うだけの話だよね。どうにかならんのもんかね、これ。お金余ってんだでしょ、トヨタがあるんだからね。